こんにちは、桂ひろみです。前回はブレスの基本ということで呼吸法の見直しをご提案しました。歌う時に息が続かなかったり高音が出ないとか困っている人、ぜひ腹式呼吸マスターしようという内容でした。まだ見てないという方はこの動画を見た後でもいいので、ブレスを極めよう1の呼吸法のエクササイズを実践してみてください。さて今日はそれを踏まえて実際の歌でどう応用するかをやってみたいと思います。まずは自分が歌いたい歌を決めてみます。そしてその曲の音源と歌詞を用意してみましょう。でもし可能であれば楽譜も用意してください。音源は市販の CD や iPod などオリジナルの音源があれば何でも大丈夫です。歌詞はこう自分でね書き写してもいいし印刷しても大丈夫です。なるべくねこうちょっと自分で書いてもらいたいんですけど、その時にいろいろこうブレスの記号とかいろいろこう注釈を書き込みたいので、行間はちょっとこう適度に開けていただくと結構いろいろ書き込めますので、そんな感じで歌詞をご用意ください。歌詞が用意できたらそれに息継ぎの場所を書き込んでいきます。息継ぎはV の字でね、ブレスの V の字を楽譜歌詞に書き込んでいきます。楽譜に書き込んでも大丈夫です。楽譜を見ると、休符のところがあると思うんですけど、休符のところでブレスをする傾向は多いんですけど、歌詞の意味を含めてその流れで無理なく自然に歌うためにブレスをあえてここにするっていうこともありますので、その時は臨機応変にオリジナル音源をよく聞きながらいろいろ分析していければなとは思っております。今回はアナと雪の女王のありのままでの後半部分を使ってみたいと思います。歌詞カードに V の字で私が書き込んでみました。いろいろ書き込みしやすいように行間を開けたりまとまりごとに行を開けたりしてみるといいと思います。あと例えば A メロ B メロサビとか変化のあるところのタイムを記載しても区切りが分かりやすくていいと思います。ブレスを V の字で書き込みます。とりあえず練習として V で息を吸うところから次のブレスのタイミングまでなるべく一息で持たせてみます。でもし息が持たない場合は途中でブレスを入れてもらっても構いません。なるべくワンフレーズブレスからブレスで息が続くように練習してみるといいと思います。途中でブレスをしたい場合は私が今回書いた譜面の棒線でこう区切ってあるところがあるんですけど、そこを目安に息をしてもいいです。全部入れるっていう感じじゃないんですけど、この棒で区切ったところをポンとね一箇所ぐらい入れてみるといいと思います。なるべくワンフレーズ持つように頑張って練習してみてください。できなくてもともとです。大丈夫です。やってみて。漢字は振り仮名を振っておいてください。あと母音で音程を取っている言葉も歌詞に書き込みます。ブレスではないけど切っているところを縦線の棒線で区切る。あとはビブラートとかまっすぐ伸ばすところ、まっすぐ伸ばしてからビブラートとか、そういう装飾表現を書き込んでみてください。で、A メロ、B メロサビの変わり目のタイムを記載してみてください。冷たく大地を包み込み、高く舞い上がる思い描いて、花咲く氷の結晶のように輝いていたい、もう決めたの、これでいいの、自分を
好きになってこれでいいの、自分信じて歩き出そう。少しも寒くないわ。ブレスの仕方で歌いやすさや聞きやすさなどの違いがお分かりになったでしょうか。息切れ、ロングトーンできないとか、あと声量が少ないとか、弱々しいとか、そういった悩みの方はぜひこのお腹のねトレーニングを試してやってみてください。ローマは1日にしてならず、すぐにはできないけど本当に積み重ねでできるようになりますので、ぜひ頑張ってください。でもし分かんなくなったらいつでも聞きに来てください。よろしくお願いします。ブレスをしないで歌ってあれヘロヘロになるんだよ。ヘロ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 感を伝えたいの。ブレスの仕方で、歌いやすさや聞きやすさなどの違いが、お分かりになったでしょうか。もう一回